シナモンと砂糖を添えたミルヒライスミルヒライスはドイツや北欧を中心にヨーロッパの広い範囲で食べられている料理の一種であるアゼルバイジャンではミルクピラフアゼルバイジャン語 SDL プロブ米を牛乳で炊きシナモンで香り付けをしたり砂糖やジャムなどで甘くして食べるライスプディングの一種であるがライスプディングのように冷たい状態で食べるのではなく 温かい状態で食する。ライスプディングとは違って、デザートではなく、主食として食されるほか、トルテケーキの具に使われることもある。アゼルバイジャンのミルクピラフは、バター、シャフラン、ドライフルーツ、塩、砂糖で味付けをする。材料の米には、加熱調理すると粘り気の出る、丹粒酒が用いられる。そのため、料理だけではなく、 単粒米そのものを指す言葉としても、ミルヒライスの名称が使われることが多い。温めた牛乳を注ぐと食べられる、インスタントのものや、カップヨーグルトのような容器に入った商品も販売されている。ありがとうございます。